どうも、プチプラのじゅんです。今回ですね、GU ホンダコラボの購入品紹介していきたいと思います。はい、実はですね、今回のコラボ第2弾となります。昨年にもですね、GU とホンダさんコラボしとったんだけど、その時はね、買わなかったんですよね。もともとホンダにあまり興味なかったっていうのもあるし、まあいっかなーってスルーしてたよね。ただその時めちゃくちゃ人気で、即完売完売完売みたいな、店頭からもなくなり、オンラインからもなくなり、メルカリへ転売というね、そういう感じだったんですけども、今回ちょっとさ、やばいのがあったんよ。ちなみにですね、今回のコラボレーションは8種類の商品が登場しております。スウェットにパーカーの白にパーカーの赤、結構カラフルなので赤色なんだけど、でさらにT シャツね、この黒色だったりとか赤色の T シャツで、白色の T シャツ、ネイビーの T シャツということで、ホンダ好きにめちゃくちゃ刺さる、めちゃくちゃかっこいい、かわいいアイテムがラインナップしてるんですよ。この中で、ワイは果たして何を購入してきたのか、ということでご紹介していきます。まず購入アイテム1点目。今着用しているやつ、このスウェットめちゃくちゃ可愛くない？最初皆さん、これホンダのスウェットに見えた？コラボのスウェットに見えた？めっちゃ可愛くない？これ、普通に着てても全然違和感なかったよね、と。家着に見えなかったくない？普通におしゃれなスウェットに見えたくない？こちら商品名、スウェットプルオーバー長袖ホンダで、カラーがですね、03グレー。サイズがですね、こちら、3XL となっております。オンライン限定サイズ。まずシルエット見ていただきましょう。僕身長177センチで、これ 3XL で、これ結構ね、首周りはゆっとりめ。ただ、そう、ダボダボしてるんだけれども、だらしなくないシルエットなんよね。これがめっちゃ押せる。この着丈に関しては、まあお尻すっぽりめだけど、長すぎない感じ伝わる。で、身幅がね、めっちゃゆったりしてて最高なの。で、さらに袖見てこれ。ドルマンスリーブかいうぐらい、めっちゃたっぷりとあって、これ女性にもおすすめやんっていうね、この可愛さ、えぐい。シルエットがマジでたまらんのよね。で、続いて、デザイン。僕が購入したのはやっぱこの可愛さね。フロントにババーンとホンダってありますやんか。そして、この袖にもね、ホンダのね、ロゴがいっぱいついてね、めっちゃ可愛いやんってなったわけ。多分胸だけだったら僕購入してなかったと思うよ。ホンダ、まあ別にそこまで好きじゃないでしょ。ただ袖にも、ホンダのデザインがあって、めっちゃ可愛いチョキーってなったわけなんですよね。で、しかもですね、こちら近くで見ていただくとわかるんだけど、このね、ひび割れた感じ伝わる。最初から、あえてひび割れしてるんだよね。めちゃくちゃ可愛い。古着みたいやん。袖のね、ロゴもすべてひび割れしてて、ユーズド感、ヴィンテージライクな感じ出てんだよね。で、続いて素材なんですけど、こちらですね。裏毛となっております。裏起毛だとね、秋冬って印象になるんだけど、これ裏毛の素材だから、パイル地みたいな、そのタオルみたいな素材だから、これからの時期、春夏にぴったりなんですよね。ジユさんのあのヘビーウェイトのね、スウェットいっぱい発売されてると思うけど、それと比べるとね、そこまで肉厚じゃないんだけれども、柔らかい生地。で、汗かいてもちゃんと吸収してくれるこの素材がマジ最高。ちなみにですね、今回もすごい人気ございまして、オンラインの方だと2月11日の時点、このグレーカラー S と XS しか残っておりません。やっぱすげー人気あるやん、 GU ホンダって。やっぱバイク好きの方とかにもね、すごい人気なんかなと思います。コーディネートとかは後ほどね、紹介いたします。購入アイテム2点目、それがですね、はい、こちら、じゃじゃん、黒のスウェット買っちゃいました。そうなんですよ、色違いで買っちゃった。めっちゃ可愛くない？最近さ、なんかこうスポーツ系のやつ、そのアンブロやったっけ、あいみょんとかがさ、そういうアンブロのそのスポーティーなロンティーとか着てミュージックビデオ出てたりとか、やっぱそうスポーティーなそういうさ、スウェットだったりロンティーが流行ってると思うよね、去年ぐらいから。その韓国ファッションって言うんかな、なんかユニフォームなのみたいな、そんなアイテムがね、人気かなと思うんだけど、もうそれと似たような感じ伝わるロゴがバチーってプリントされてて、めっ
ちゃ可愛いよね。スポーティーな印象なるぜこれ。サイズはですね、こちら同様 3XL オンライン限定サイズでございます。やっぱブラックの方がね、こうでは組みやすいかなと正直思います。グレーはちょっと可愛いみたいなカジュアルな印象、白のパンツとかと相性抜群だけど、もう黒はめっちゃクールな印象にもなるよね。なんかそういえばさ、バレンシアガでも最近こういうね、スウェットっていうかトップスね、発売してると思うんやけど、バレンシアガだったら10万円前後、 GU だったら3000円。ちなみにですね、オンライン見てみると、L サイズ以下はまだね、買えます。こちらも着用してみましょう。てってことで着るとこんな感じでございます。やっぱブラックの方がかっこいいくない？なんかグレーは可愛いみたいな印象だけど、黒普通にかっこいい。かっこいいやん。今こんな感じで白黒のコーデももちろんええやん。最近やっぱりサンバのスニーカーが人気やんか。白黒のカラーリングのサンバあると思うんだけど、そういうのともめっちゃ相性いいやん。こう白と黒のカラーリングだから相性バッチし。で、パンツ黒持ってきてもいいし、もうカラフルな緑とかオリーブとか何持ってきてもいい。茶色持ってきてもいいし、もう黒はマジで万能かなと思います。で、こちらに関しても見ていただくと、ひび割れしております。めちゃくちゃ古着ライク。袖のところもね、ロゴがバシーンバシーンと書かれて、これはホンダレーシングカーっていうことかな。HRC っていうロゴがあったりとか、ここのさ、チームホンダのロゴだったり、ホンダ好きにはわかるんかな？ちょっと僕はあんまわかってないんだけども、そう、ホンダ翼？そんなロゴとかもプリントされております。右と左同じロゴだね。そしてラスト、購入アイテム3点目いきます。それが、こちらでございます。じゃじゃーん。ということで、同じやつ買うた。これはですね、保存用とかそういうことではなく、プレゼント用に購入いたしました。僕からのバレンタインプレゼント。ということで、最近メンバーシップ始めたんだけど、メンバーシップに加入してくださってる方に、こちら、プレゼントいたします。ということで、最後ね、コーディネート、行ってみましょう。まず1コーデ目、全身ブラックコーデしてみた。黒のスラックスに黒のスウェットということで、全身ブラックなんだけど、めちゃくちゃ可愛い。やっぱカジュアルすぎないように、ボトムはね、綺麗めなアイテム、スラックスとかそういうの持ってきた方が全体のバランスいいかなと思います。で、靴は白にして、白黒のコーデですね。こんなん買わない理由なくなくない？それガチャ、ほんまごめんやで。スウェットがマジで可愛すぎて、テンションぶち上がるっすね、これは。でさ、ロゴも、無彩色の白使ってくれてんのよね。だから、カジュアルすぎない。これがなんか、赤とか青とか入ってたら、余計コーデむずってなんだけど、白黒のスウェットだから、めっちゃコーデ組みやすいのも、ほんとありがたい。僕のおすすめサイズは 3XL でございます。続いて2コーデ目、今度はグレーのスラックス合わせてみました。今年も大人気のワイドパンツと合わせても相性抜群よね。ゆるダボっとしたコーデ。H ラインになるのかな。トップスもボトムスもゆるっとしたコーデでございます。まあ、グレーブラックのコーデも間違いなし。で、グレーのスウェット合わせるとこんな感じですね。グレーとダークグレーのコーディネート、これも間違いない。グレーの方がやっぱ可愛いね。黒もかっこよかったけど、グレーめっちゃ可愛いね、これ。最高なんだけど。古着ライクなディテール。これが3000円で買えちゃうって、神コラボだろ。で、グレーの方もさ、このロゴっていうか文字が、ダークグレーのカラーだから、カジュアルすぎないんだよね。ロゴがバンバーンって入ってて、袖にもフロントにもバンバーンって入ってて、一見カジュアルなんだけれども、カジュアルすぎないんだよね。で、しかもさ、なんか変なキャラクターとかじゃなくて、ホンダやから、ホンダが好きだからとか関係なく、もうデザインが可愛いから買っちゃっちゃう。ラストのコーデ、行きましょう。白のパラシュートパンツと合わせるとこんな感じで、間違いない、可愛すぎる。白とグレーのね、この相性やばすぎだろ。全体的にゆるダボっとした感じ。で、スニーカーはハイテクスニーカーでございます。これ意外とね、店舗行ったら結構置いてあるんで、サイズも XL とかも普通に置いてあるんで、ぜひね、皆さんお近くの店舗チェックしてみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。